Welcome to my channel. こんにちは、まゆみです。先日3月18日に、私の一番気に入っています、今までの投稿の中で一番気に入っています2019年6月熱田文化小劇場、名古屋市の熱田文化小劇場というところでホール録音しました、私のベストのラベル、イベール・ドビッシーの演奏動画を上げてあります。そちらご覧になっていただけましたでしょうか。どうぞよろしくお願いします。あれは一番私気に入ってるんでよろしくお願いします。そうですね、今日はですね、先日ね、上京して、フェルメールを見てきました。でその前にですね、上野に行きましたら、なんと空也上人っていうのがね来てたんですよね。私京都の六原蜜寺ですね、六原蜜寺になかなか行けないんですよね。空也上人っていうのはこれいただきました。空也上人というのはですね、これ今年まで使っていた教科書なんですけれども、音楽の教科書には必ず載っている、小中学校でも載っているんじゃないかと思うんですけれども、これですね、これここですね、これ必ず載ってますよね。これ空也上人です。で私これをね実際見てみたいと思っていたんですけど、なかなか京都の六原蜜寺に行けなくて、で六原っていうところは平家の邸宅が、平清盛の邸宅が並んでいたところで、そこに火を放って西に逃げたっていうところなんですけれども、隣に弔いの場所があったらしくて、死後の世界との境目っていうところにあるらしいんですね。六原っていうのは、六原蜜寺っていうのはそういうところにあるらしくて、そしてそのさっきの空也上人がこんな感じでね、念仏を唱えながらこういう感じで、っていう様子をね、それが展示されてたんですよ。はい、東京国立博物館です。でね、すごく行ってみてよかった。フェルメールの前にこっちにまず行っちゃいました私。思ったよりも結構1メートル近い銅像で、あの表現ですね、この口から「南無阿弥陀仏」っていうふうにこう出ているっていう、このこれですよね、これ。この表現ってなかなか他では見ることのない表現だと思いまして、私日本特有のものじゃないかなと思ったんですけど、すごく良かったので、もしよかったら皆様ぜひお出かけくださいませ。そしてそこで特別なこういうのがいただけます。はい、フェルメールの前にね、それにね行ってきちゃいました。そして本当にミーハーなんですけど、まあどうでもいいことなんですけど、よろしければちょっとお見せしちゃおうかな。これわかります？私はとバスっていうのに初めて乗ってみました。こう一番主要なところを1時間ぐらいで回るっていうツアーがあったので、それに初めてね行ってみましたよ。この春休みね、万全に対策をされて、少しそういう、もう海外には行けませんので、お出かけになってみてはどうかなというふうに思いました。では次回はね、フェルメールについてご案内しようと思います。フェルメールはですね、また今度お見せしますけど、しっかりとお見せしますけれども、この状態ね、これ私これ実はドレスデンで見ていたんです。ですけど今回修復したら実はこうだったと。でこの絵を見てきました。この感想やその時のことなどを、次回の動画でしっかりお話しさせていただこうと思っております。いつもね本当にありがとうございます。チャンネル登録してくださいみたいなことってね言われるとうるさいかなと思うんですけどね、
やっぱね、していただけるとね、すごく嬉しいんですね。私、アナリティクスを見ると、やっぱり市内で見てくださってる方の方が多くって、やっぱりね、していただけると、こちらのモチベーションもすごく上がりますし、すごくやっぱ嬉しいので、少しでも面白かったとかね、役に立ったとか、また聞いてみたいなとか、興味を持ってくださった方は、ぜひチャンネル登録をしていただけると、本当に嬉しいです。そして、面白かったら、高評価もしていただけると嬉しいです。春なので、ピンクを着てみました。それでこんな感じでちょっとね、画面を春らしくしてみましたよ。これからもどうぞよろしくお願いします。では次回はフェルメールについてお話しいたします。Thank you for as always. So if you're interested in my channel, please subscribe and highly rate it. I'm so so happy. So I hope see you next post, another post. いつもありがとうございます。